この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する雑誌はキラキラという雑誌からです。子供の集中力を引き出そうということで、子供の集中力を引き出すための秘訣が書かれています。まず、子供の集中はどれくらい続くということで、大人であれば約90分、小学校高学年から中学生であれば最大30分、小学校低学年であれば約15分、未就学児であれば年齢プラス1分と言われています。そこで、集中力を引き出す環境と生活リズムを整えよう、子供の持っている集中力を十分に引き出すことができる環境とは、おもちゃや絵本がたくさん散らかった状態では子供は集中することができません。子供にわかりやすく分類して自分でも片付けられるように心がけましょう。子供のやる気が出た時にすぐにその取り組みができる環境を整えることも大切です。せっかくやる気が出たのに広げる場所がないので、まず片付けたり準備したり移動したりするうちに気分が変わってしまうことも多々あります。お絵かきの好きな子なら紙と色鉛筆がすぐに出せるように、パズルの好きな子であればやりたいと思った時にすぐに手の届くところに置いておくと良いでしょう。またしっかり睡眠をとることで脳を休ませ疲れを取ることができます。食事やおやつの時間を決めてしっかりと栄養をとることで生活にメリハリをつけましょう。炭水化物のみの食事は NG です。タンパク質やミネラルを含む食事を心がけましょう。目標やゴールを決め、それを達成した時にはしっかりと褒めてあげることも重要です。達成感と満足感はやる気につながり集中力を高めてくれます。次に、子供の集中力を高めてくれる遊びの例を紹介します。折り紙、パズル、ボードゲーム、楽器の演奏、絵本などです。子供に合わせた集中の仕方、すぐにごそごそ動く子はじっとしていなさいと言われると、じっとしていることに意識が向いてしまい、ストレスを感じ集中できないことがあるので、時には好きな姿勢で作業することも必要かもしれません。キョロキョロと目移りしてしまう子は目の反応が良く視界に入るものに気を取られやすいので、机に余計なものを置いたり目の前を横切ったりしないことが大切です。すぐに話してしまう子は音に敏感で言葉の感覚が鋭く、生活音や兄弟の声で集中が途切れてしまいやすいので、一人部屋での学習が向いている傾向があります。では小学生になったらどこで勉強するのがいいのでしょうか。年長さんにもなると小学校の準備で勉強机を買おうかなと悩まれる方も多いと思います。近頃はリビング学習の効果も話題になっていますが、リビング学習と子供が部屋での学習にはそれぞれ長所短所があります。場所を使い分けるのも効果的です。リビング学習ではメリット、親の目が届く、声かけがしやすい、家族がいることで安心できる、つまり毎日の宿題や苦手な勉強などモチベーションを上げるサポートが必要な学習に向いています。次に、子供部屋ではテレビの誘惑がない、用具・道具が揃いやすい、兄弟の声で気が散らない、つまり工作など自由に取り組ませたい学習、周りの目を気にせずじっくりと取り組ませたい学習に向いています。次、最後にですが、子供は集中力が続かないと言われますが、日常の中で高めていくことができます。小さいうちは食事中はテレビを消して30分で終わらせる、30分遊んだら片付けてお風呂に入るなど、
時間を決めて、テンポの良いメリハリのある生活を心がけましょう。そしてその子に合った環境や生活リズムを整え、子供の集中力を十分に引き出せるといいですね。今回は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。